はい、こんにちは。今日はですね、うちにあるモンステラですよね。モンステラの根っこの方がかなり脇から出てきてしまっているので、ちょっと株分けをしてあげようかなと思ってます。で、少し分けることによって、ちょっと根っこはびっちり張っちゃってるもんですからね、その辺を、少し、ほぐしてあげようかなと思います。まずこれですね。一応ちょっとほぐしますね。抜けるかな。結構張っちゃってますね。結構張っちゃってるし、下の方にも出ちゃってるんで、このね、下からも根っこ出ちゃってるやつはこれ切っちゃってあげてください。これ下から出てるとない、抜けないんで、鉢底から根がね出ちゃってるやつありますので、この辺はちょっと取り除いてあげる必要がありますね。こうすると、抜けると思うので、ちょっとこう押してあげて泥を緩めてあげないといけないかもしれない。こうパキンパキンに張っちゃってますね。これをちょっとほぐしていって、ここでこの辺で切ってね、株分けちゃおうと思います。それでこれ根が出てるんですけども、下の方からね、こう根が3本出てるんですが、これだけだと付きが悪いとあれなので、一回水に入れて水耕栽培のような形でもう少し細かい根を出してから、土に植えると思います。で、ね、自分のやり方はね、こうお水をね、容器に入れていただいて、ほんの少しですけどハイポネックスをほんの少しだけ入れてあげて、もうちょっとね、でね、芽が出るのを促進してあげようかなと思います。で、これね、畳み込んじゃっていいので中に入れてあげてください。
これで、ね、入れておきますとね、細かい根が出てきますので、細かい根が出てきたらその時にね、土に植え替えてあげればいいと思います。こんな感じですね。こういうね、火山の石ですね。ある程度こうね、引いてあげる形ですね。で、こういうふうに引いてあげましたら、ここに土を入れてあげますけれども、戻すね、深さありますから、これとりあえず入れてみて、ちょっともうちょっと崩すようかな、ちょっと下を崩すような形で、下は今のね、石が隠れる程度に入れてあげればいいと思います。それでですね、もうちょっとね、この鉢に今詰まってたもんですから、少しほぐしてあげちゃいます。あんまりね、こうカチカチに固まってるとね、胸が張っていませんので、少しほぐしてあげます。それで余分なこの枝とか根っことかっていうのはカットしておいてください。下の方で少し余分な根っこを落としちゃいます。よし、周りの方にね、きちっと入れてあげてください。回しながらね、なるべく均等に入れていけばいいと思います。指でつっついてあげれば、詰まってるかどうか分かりますんでね、よく入れてあげてください。ガイドしてあげるようにしようと思います。これね、溶卵支柱って言って、ホームセンターとかに売ってます。中身にね、針金で周りビニールでコーティングされてます。これね、大体真ん中ら辺こんなもんですね。ちょっと置いと、はい、入れて、針
抜いたようなもんでもいいんですけども、ちょっとこれ麻の紐があったので麻の紐で、しようと思います。ギュッと締めないでね、軽く方向性をつけてあげるだけなので、ちょっと軽くだけで縛っておきます。こんな感じですね。こんな感じでちょっと方向付けしてあげて、もう少しちょっと土を入れてみてもいいかな。これもね、やっぱり根がね、まだ今土入れたばかりですのでね、お水をちょっとたっぷりめにあげてください。あとね、こちらのね、水耕栽培に根を生やしている方は、同時にアップしますので、こんな感じですね。先ほどのこっち横に出ちゃってて根っこがいっぱい入っちゃったやつをね、こちらの方に移し替えて水耕栽培をして、根が入ったらまたね、鉢植えにしてあげようと思いますので、もしよかったらね、いろいろ試してみてもらうのもいいと思います。